学校では教えない人の育て方。人が困っているのは特別なことではない。ごく日常で起きている問題で困っている。おい、お前が幸せになりたいか？うん、なりたい。幸せになる考え、ダメ親父の帝王学。負けたやつが弱いんじゃない、勝ったやつが強いんだ。仕事をしていると息子から電話が鳴った。どうした？パパ、今日帰ってくる？あ、帰るぞ。どうした？欲しいものがあるんだけど。そうか、それで何が欲しいんだ？バトスピのカードが欲しいんだけど。欲しかったら自分で買ったらいいじゃないか。そりゃそうだけど、パパが買ってくれないかなと思って。よし、流星、今からパパのジョギングに付き合え。付き合ったら買ってくれる？いいから、とにかく来い。うん、わかった。パパ。おう流星、ここに 600m のコースがある。パパと勝負するか？え？いいよ。じゃあ勝ったらバトスピね。わかった。そして勝負は始まった。息子は9歳、靴はサンダル、さらにかかとは踏んでいる。勝負はやる前から決まっていた。よーい、スタート。勝負が終わると息子に言った。流星、勝負は負けたやつが弱いんじゃない、勝ったやつが強いんだ。勝負を避けてはいけない。勝ったやつは偉い。しかし負けたやつも偉い。偉くないのは勝負を避けて逃げるやつだ。いいか、負けても立ち上がるんだ。負けても堂々とするんだ。下を向くんじゃない、上を見るんだ。いいか、人生いいことばかりじゃない。悪い時もある。いい時にいい話はいくらでもできる。しかし悪い時にいい話をするんだ。それが本物だ。わかったか？そう言うと息子は誇らしげにうなずいた。うん、わかった。パパ。なんだ？約束のバトスピ買ってね。負けたのは俺だった。幸せになる考え、ダメ親父の帝王学。作、小坂達也。株式会社健やか総本舗亀山堂の協力でお送りしました。